2016年1月13日、4時前、ドバイからロシア西部ロストフナドヌーへ向かっていたフライドバイ981便が2回目のゴーアラウンド、着陸をやり直している最中に墜落。乗員乗客63名が亡くなる大惨事が起きました。1回目のゴーアラウンドは問題なく行えたにもかかわらず、なぜ2回目のゴーアラウンドは失敗したのでしょうか。事故調査レポートをもとに、フライドバイ981便墜落事故を解説します。本動画は複数の情報リソースをもとに制作しておりますが、誤りが含まれている可能性があります。万一間違いがございましたら、コメントにてお知らせいただけますと幸いです。また動画内の画像や映像はイメージが含まれています。2016年1月13日22時37分、ドバイ空港をフライドバイ981便が離陸しました。この便はドバイ空港を21時45分に出発、ロストフナドヌー空港へは翌日1時20分に到着予定で、時差を勘案すると所要時間は4時間半の旅客定期便でした。使用機材はボーイング737。この日は乗員7名と乗客56名、合わせて63名が搭乗していました。機長は38歳、総飛行時間は約6000時間、そのうちボーイング737の経験は約4700時間と、飛行経験の大半をボーイング737で積んでいました。これまでロシアへ14回飛行したことがあり、そのうち8回は機長として飛行していました。一方で副操縦士は37歳、総飛行時間は約6000時間、ボーイング737の経験は約1000時間で、これまでロシアへ飛行したことはありませんでした。2人はこの日が初めてのペアで、機長が操縦、副操縦士がそれ以外を担当する分担となっていました。2人ともロストフナドヌー空港へのフライトは初めてでした。981便は使用機材の到着が遅れたため、定刻より40分ほど遅れて出発しました。離陸から20分後、フライトレベル360に到達。その後はこの高度で巡航し、ロストフナドヌー空港付近までは順調に飛行していました。1回目の着陸の25分前、1時17分に降下を開始しました。この時パイロットはロストフナドヌー空港の空港情報を取得しました。その内容は、風が10メートル、突風が15メートル、視界が4200メートル、軽いにわか雨、990メートルにほぼ空を覆う雲、気温が6度、露天温度が4度、中程度のウィンドシア、地表から1000メートルの間に中程度の乱気流、900メートルから1500メートルの雲の中で中程度のアイシングなどとなっていました。賢明な視聴者の皆様であれば、この情報を見て天気が荒れ模様だということがお分かりになるかと思います。着陸に向けてアプローチをしていましたが、1100フィートに到達した時点でウィンドシアーの警告システムが作動。ゴーアラウンドを余儀なくされ、天候の回復を待つために上空待機を始めました。そして待機を始めて約1時間半後、クルーはアプローチのために降下を開始しました。しかし1100フィートでゴーアラウンドを開始、3700フィートまで上昇しましたが、その直後急に降下し始め、ゴーアラウンドの開始から2分後の4時42分、約340ノットという高速状態で墜落しました。すぐに救助活動が行われましたが、この事故により搭乗していた62名と妊娠していた乗客の胎児1名を合わせた計63名が死亡、機体は大破しました。救助活動後はすぐに IAC 国家間航空委員会による事故調査が開始されました。地面に叩きつけられた衝撃で機体は完全に大破していましたが、回収されたパーツからは墜落前に飛行へ支障を及ぼした痕跡は見つかりませんでした。続いてパイロットの医学的な検査も行われ、機長からは医薬品や麻薬、向精神薬は検出されませんでしたが、飲酒をした時に検出されるエタノールの反応があり、副操縦士も同様の結果でした。
そのため飲酒による影響も調査されましたが、エタノールは遺体の腐敗が進行する過程で発生したものと結論付けられました。続いて回収されたフライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーの解析も進められ、事故が発生するまでの機体の動きが判明しました。まず事故の2時間前、981便は滑走路22への ILS アプローチが許可され、1240フィート、滑走路から7キロの位置で、機長は滑走路の視認をコールしました。さらに降下して、1100フィートに達した時点で、ゴーアラウンド、ウィンドシアという警告が作動しました。ウィンドシアとは、風向や風力の変化が急激に起こっている状況を指します。こちらはウィンドシアが航空機に影響を及ぼす様子をイラストで示したものです。1で航空機は強烈な向かい風を受けます。そのため大気速度が上がることにより上昇する力が増えます。しかし2の位置に来ると向かい風から追い風に変わり、大気速度が急に下がることで機体の上昇する力が急に下がることに加え、強い下降気流のためパイロットが想定していた高度よりも低くなる傾向があります。また着陸直前で追い風を受けると、想定していた設置ポイントよりも奥で着陸したり、着陸後の滑走距離が伸びるなど非常に危険な状況に陥ります。これらの危険な状況を回避するため、旅客機にはウィンドシアが予測される場合に作動するウィンドシア予測警告システムと、ウィンドシアに遭遇した場合に発生するウィンドシア検知警告システムが搭載されています。この時は予測警告システムが作動しており、機長は着陸装置は格納せず、フラップは30度のまま、すぐさま推力を最大にしました。ウィンドシアの予測警告が作動した場合、ウィンドシアから脱出する手順を行うのか、ゴーアラウンドの手順を行うのかはパイロットが判断することになっており、この時はウィンドシアから脱出する手順を開始しました。そして1時間半の空中待機の後、981便は再び着陸に向けてアプローチを開始します。事故の4分前、1回目の着陸と同じく滑走路22への着陸許可が出ました。2000フィートでオートパイロットを解除し、フラップは着陸時の設定値30度まで展開されました。地上から1000フィートの自動コールが作動した時点で着陸装置は展開、フラップは30度に設定されており、ローカライザーとグライドスロープは制限内に収まっており、機長は安定していると口にしました。しかし速度は163ノットで減速傾向となっており、事前に決めていたアプローチ速度よりも10ノット速いことも口にしました。この時機体はグライドスロープから少し上を飛行しており、機長はより正確な降下をするために機首を下げましたが、この瞬間機体は突風に遭遇。速度は一旦目標の153ノットまで低下しましたが、機首下げの影響もあり1秒で168ノットと15ノットも急上昇。さらに2秒後には176ノットまで上昇しました。この結果速度は目標の153ノットを20ノット以上も上回る速度に上昇しました。それを受けて副操縦士は速度の確認を促し、機長はすぐさま反応、ゴーアラウンドを宣言し、推力を最大にした状態でゴーアラウンドモードに切り替えました。ゴーアラウンド開始時の高度は1100フィート、速度は173ノットで、フラップ30度の展開上限速度に達していました。一部の航空会社の標準手順では、TCAS 作動時の対処や、ウィンドシアからの脱出、地形との衝突回避などの操作を開始する前に、行う操作を明確にすることが推奨されています。今回のケースのように標準的なゴーアラウンドとウィンドシアからの脱出のどちらかを選択可能だった場合は、もう一方のパイロットへどちらを選択するのかを明確にすることが特に求められます。しかしフライドバイの運航規則には明確にコールをする規定はありませんでした。最初の着陸ではゴーアラウンド直前にウィンドシアの警告が作動したため、副操縦士は機長がどのような意図で操縦をしているか想定ができました。
一方、2回目のゴーアラウンド前にはウィンドシアの警告は作動しておらず、機長から明確にウィンドシアからの脱出操作をするという意思表示もありませんでした。そのため、副操縦士は機長がゴーアラウンドの手順を行っていると認識し、フラップを15度にすることを進言。機長は了承し、フラップを格納しました。事故の30秒前、副操縦士は管制官へゴーアラウンドを宣言し、アプローチ管制官へ連絡するよう指示を受けました。この時、エンジン推力の増加とフラップ及び着陸装置の格納が組み合わさり、最初のゴーアラウンドの時よりも機首を上げる力が大幅に増加しました。トリムで機体の制御がしきれず、力のバランスが不安定になった航空機の操縦は難しく、パイロットの精神的な負担も大きくなります。実際、2回目のゴーアラウンド開始後の操縦桿は緩やかな動きと反射的に動かしたような急な動きが組み合わさっていました。このような操縦から機長は精神的に混乱しており、航空機がどのような動きをするのかを予測できない、いわゆるパイロットが航空機の後ろにいる、航空機がパイロットの前を飛んでいる状態に陥っていた可能性が高いとみられています。フライドバイの記録によると、機長はこれまでのフライトでゴーアラウンドを6回実施し、そのうち3回は操縦を担当しており、ゴーアラウンドは十分な経験がありました。しかし、すべてのゴーアラウンドは推力を最大にしておらず、推力を最大にするウィンドシアからの脱出操作は経験がなかったと推測されます。その結果、風が急激に変化し、訓練でも経験していない状況へと変わっていく中で、すべての操作に遅れが出てきました。機長は運用マニュアルが推奨する15度のピッチを保つことができず、平均のピッチは約10度、4度から 18.5 度を行き来していました。さらに、1回目のゴーアラウンドと比べるといくつか状況が異なっていました。2時間飛行して多くの燃料を消費した結果、機体重量が軽くなり、重量に対して推力が相対的に高くなったこと。1回目のゴーアラウンドはフラップは30度、着陸装置は展開したままでしたが、2回目はフラップが15度、着陸装置を格納しており、航空機のドラッグ、空力的な抵抗が大幅に減少していたこと。そして、これらの状況を機長は明らかに考慮していませんでした。同時に、副操縦士は機長の機体の操縦が安定していないことを認識し、ピッチを維持するよう注意を促しました。そして、機長も副操縦士もピッチを維持することに意識が集中してしまったため、他の情報に意識が回らない、トンネリングという心理状態になっていました。その結果、待機速度が徐々に上昇していたことに気づきませんでした。そして、操縦が安定しない中、3400フィートまで上昇したとき、ヘッドマウントディスプレイには機首を上げる指示が表示されていましたが、機長は機首を下げるスイッチを押し続けました。この動作について、調査レポートでは、機長は意図して機首を下げるつもりはなく、操縦桿にかける力を緩めようとしたところ、機首を下げるスイッチを押す結果になったと推察しています。この操作により機首が急速に下がり、無重力状態からマイナス G に移行しました。副操縦士は危険な状況に陥っていることを認識し、機長が適切な操縦をするよう必死に注意を促しましたが、機長はこれらの言葉に反応を示しませんでした。そして、981便は約340ノットという高速状態、下に50度の角度で地面へ衝突しました。1回目のゴーアラウンドをした後、ロストフナドヌー空港へ着陸することに固執し、2時間も空中待機をする中で疲労が蓄積されました。その中で行われた2回目のゴーアラウンドでは、機長は精神的に準備が追いつかなかったことと、機体が不安定だったことから制御不能に陥り、墜落に至りました。また、フライドバイの運航規則には、パイロットが精神的に破綻した状態の基準が規定されておらず、副操縦士が機長の心理状況を把握するのに遅れ、回復する操縦を行うことができませんでした。2回目のゴーアラウンドまでは、精度の高いフライトをしていたにもかかわらず、心の準備をしていなかったことで、ゴーアラウンドを始めた途端、機長は一気に精神的な混乱に陥ってしまいました。フライドバイ981便墜落事故、いかがだったでしょうか。
最後までご視聴ありがとうございました。